うわー、マジで最高じゃん。お母さん、こんな家どうやって買ったんですか？ここ俺の部屋。長男一家は勝手に私の新居にやってきては、そうやってはしゃいでいた。ちょっと、ここは私が買った家よ。何勝手に自分の部屋だとか言ってるの？私は呆れながら孫にそう言った。すると長男が後ろから驚きの発言をした。何言ってんだよ、ここに俺たちも住むんだよ。え？引っ越しの準備もほとんど終わってるし、3日後から実家に住むから。そのように好き勝手に言っている長男一家、ありえない。私はすぐにこの家を出ていくことに決めた。あんなハイエナのような人たちと一緒になんて暮らしたくない。私は64歳の主婦だ。5年前に夫を亡くした私は現在一人で暮らしている。私と夫には2人の子供がいたのだが、どちらも社会人になってすでに自立している。4人だとちょうどよかったこの家も、1人ではかなり広くて生活していて少し寂しい。新しい家でも買おうか。どうせなら子供が相続してもずっと住み続けられる家がいいな。そんなことを思いながら、私は不動産屋でパンフレットをもらったり、話を聞いたりと少しずつ行動していた。だが私には一つ解決しないといけない問題があった。それは長男一家のことだ。長男のコウタはどこで育て方を間違えたのか、ものすごくわがままで、私や夫に散々迷惑をかけてきた。今は奥さんと孫と3人で暮らしているのだが、家庭を持っているのにもかかわらず、私は今も迷惑を被っている。一番の迷惑は孫の達也だ。ただいま。勝手に家の中に入ってくる孫息子。ここはあなたの家じゃないんだから、ただいまじゃなくてお邪魔しますでしょ。あんだよ、うるさいな。別に父さんの実家なんだからいいだろ。孫は息子から鍵をもらっているようで、この家に自由に出入りできる。私がスーパーから帰ってきた時も勝手に家の中に入っていて、お菓子をテーブルに広げながらテレビを見ていた。孫のために買ったわけじゃないのに勝手に食べられて嫌だったし、孫はエアコンも勝手につけていたので、そういうのが積み重なると食費や光熱費もバカにならない。勝手に来るのはもうやめてもらえないかしら。おばあちゃんってさ、どうしてそんなにケチなの？可愛い孫が遊びに来たっていうのに、本当にひどいよね。そう言いながら勝手に冷蔵庫の中の飲み物を取り出す孫。たまに来るなら嬉しいけど、あなたほとんど毎日のように来るじゃないのよ。しかも今って大学の授業の時間でしょ。それなのに学校に行かなくて大丈夫なの？大丈夫だよ。俺出席取らないやつしか受けてないし、テスト前に友達にノート写させてもらえば余裕だから。それって大学に通ってる意味はあるのだろうか。普通は学びたいものがあって大学に行くのだろう。まあ、ただただ大卒という学歴を得たいがために行く人もいるのか。私は学費の一部を負担してあげていることを孫は知っているのだろうか。いや、知っていてもこうやってサボるのだろうな。私は孫の顔を見るたびにため息が出た。私は正直孫にはうんざりしていた。ご近所さんとかからは、あなたを慕って孫が来てくれるんでしょ、かわいいお孫さんねと言われるが、そんなことはない。孫と会うたびに憂鬱な気持ちになっているのが真実だ。ばあちゃんさ、なんで和菓子しかないわけ？俺シュークリームが食べたいんだけど。私はシュークリームとか生クリーム系のお菓子は好きじゃないから。ばあちゃんの好みとか聞いてないから。俺がこうやって頻繁に来るんだから用意しておけよって話。もう本当に頭の回転が悪いよな。話してて疲れるわ。そう言ってソファーに寝転がる孫。私はあなたが家にいるだけで疲れるんだけど。孫の後ろ姿を見ながら、私はそうやって心の中でつぶやいた。孫が頻繁に来ることが迷惑だと、私は何度も長男夫婦に連絡をして伝えていた。だが長男夫婦はどちらも私の話に聞く耳を持ってはくれない。孫が来るのは嬉しいことだろう。達也だって母さんのことを心配して様子を見に行ってるんだよ。お母さんってそうやって人の親切を見ようとしないですよね。正直言って最低ですよ。達也がかわいそう。長男夫婦は私の味方になるどころか、理不尽な発言を繰り返した。私は今も仕送りをしてあげているのを長男は忘れているのだろうか。
よくもまあそんなことが言えたな。私はできる限り長男も次男も分け隔てなく大事にしたいと思って育ててきた。だが子育てというのはなかなかうまくいかないものだ。次男はとてもいい子に育ってくれた。今でも私のことを気遣って連絡をくれたり、定期的に家に来てくれる。その時も長男一家のようなもてなしてもらって当たり前みたいな態度は取らないし、むしろ手土産を持ってきたり、力仕事がないか私に聞いてやってくれる。同じように育ててきたつもりだったが、兄弟でこうも変わってしまうのか。そして今も相変わらず孫は家にやってくる。またたまに長男一家で来る時もあるのだが、そういう時は大体お金をたかりに来る時だ。母さん頼むよ、今月もピンチなんだよ。あのね、私にだって生活があるんだよ。それを分かってるの？少しは自分たちで何とかするように工夫をして。私がそうやって説教をしようとすると、長男嫁が割って入ってくる。お母さんってどうしてそうやってケチなんですか？どうせお母さんのお金じゃなくてお父さんの遺産から払ってるんでしょ。自分の金でもないのに威張らないでほしいです。どうして長男嫁はこうも生意気なのだろうか。というより長男と一緒で非常識というか、こんな二人から育てられているから孫も常識を知らないのだろう。そんな中、ある日私は知り合いの不動産屋から家を紹介してもらった。バリアフリーで比較的新しい物件で、しかも立地がかなりいい。ここなら街中までのアクセスもいいし、郵便局や銀行なども近くて便利だ。私はすぐに契約を決めた。の準備をして契約してから1週間後には新しい家で暮らし始めた。実はこの家は1億したのだが、それだけ払って購入しただけあってかなりいい家だった。一人で暮らすので、ものすごい広い家にしたわけではなく、立地の良さとバリアフリーというところで決めた。それでもシステムキッチンだし、2階への階段も緩やかで、建設に使っている素材もとても質の高いもので、防音にもなっている。そのため、ゆったりと平和に過ごせるし、家をそこまで大きくしていないが、庭はかなり広い。菜園を趣味としていた私にとっては、これくらい広い庭だとやりがいがある。これからこの庭にどんな作物を植えていこうか、そんなことを楽しみに考えていた。するとある日、いきなり長男一家が私の家にやってきた。え、どうしてここが？私は引っ越すことを長男一家には教えていない。だから彼らがここに来ることは不可能だ。おばあちゃん家の資料を部屋に置いてたでしょ。おばあちゃんがいない時に写真撮っておいたんだよね。こそこそ引っ越すなんてひどいじゃんか。そんな。なんと孫が私のいない間に家に入って引っ越し先の情報をつかんでいたなんて。私としたことがうっかりしていた。正直ここに長男一家は入れたくなかった。まだここに住んでから3週間ほどなのに。私が後悔していると彼らは勝手に家に入ってきた。うわー、マジで最高じゃん。お母さん、こんな家どうやって買ったんですか？ここ俺の部屋。長男一家は勝手に私の新居にやってきてはそうやってはしゃいでいた。ちょっと、ここは私が買った家よ。何勝手に自分の部屋だとか言ってるの？私は呆れながら孫にそう言った。すると長男が後ろから驚きの発言をした。何言ってんだよ。ここに俺たちも住むんだよ。え？引っ越しの準備もほとんど終わってるし、3日後から実家に住むから。そんな、いきなりそんなことを言われても困るわよ。長男はいきなりやってきたかと思えば、そのような無理難題を言ってきた。お母さん、これからはずっと私たちと一緒ですよ。マジで大学の友達に自慢しよう。母さん、感謝してくれよ。同居なんて俺たち最高の親孝行をしてるじゃないか。そうそう、ボケ老人の面倒を見てあげますから。ボケ老人？そのように好き勝手に言っている長男一家、ありえない。私は自分の素直な気持ちに気づくことができた。私は思っていた以上に長男一家のことが嫌いだったようだ。彼らと一緒に暮らす？想像するだけでゾッとする。私はすぐにこの家を出ていくことに決めた。あんなハイエナのような人たちと一緒になんて暮らしたくない。私はすぐに次男に連絡をした。主人、お願い助けて。え、母さんどうしたの？
次男は慌てた様子で家に飛んできてくれた。ことの経緯を説明すると次男は憤慨していた。はあ、兄さんって本当にどうしようもないね。それで俺は何をすればいい？本当に申し訳ないんだけど、荷物を移動してこの家を空っぽにしたいの。なるほど、そういうことか。じゃあ助っ人を呼ぶね。荷物はどこに移動すればいい？俺が借りてるレンタル倉庫にある程度入れて、必要なものだけ俺の家に運ぼうか。そしてしばらく俺の家で過ごせばいいよ。ありがとう主人、本当にあなたがいてよかったわ。礼を言うのはまだ早いよ、すぐに取り掛からないと。次男はそう言ってどこかに電話をかけ、そしてテキパキと準備に取り掛かっていった。あっという間に私の荷物が運ばれていき、家の中は空っぽ状態になった。それからいろいろと手続きをして、私は3日以内に長男一家から逃げ切ることができた。そして案の定、長男から電話がかかってきた。最初は電話に出ないようにしていたのだが、あまりにもしつこいので仕方なく出ることに。もしもし？おい、母さん一体どこにいるんだよ。もう俺たちも引っ越し業者も到着してるんだぞ。家に入れろよ。残念だけど、私はその家には戻らないし、もう家は売りに出したわ。はあ？売りに出した？ちょっと待てよ、何を言ってるんだ。この家は母さんが買ったばかりの家だろ。それを売ったってどういうことだよ。わからないの？あなたたちと一緒になんて暮らしたくないからよ。え？私はあなたたちにはもううんざりしてるの。顔を合わせるだけで嫌な気分になるわ。ちょっと待てよ。それ本気で言ってるのか？ええ、本気よ。今嘘つく必要なんてないでしょ。母さん。長男はまさかこんなことを言われると思っていなかったのか、頭が真っ白になっているようだ。何も言葉が浮かばず戸惑っていた。じゃあそういうことだから。もしもしお母さん。私が電話を切ろうとしたら、今度は長男嫁の声が聞こえてきた。由美子です、聞こえてますか？ああ由美子さん、聞こえてるわよ。私はまだボケていないし、介護が必要なほど弱っていないからね。あの時の発言は別に気にしないでください。それよりもどうして家を売ったんですか？私たちはお母さんのことを思って同居しようとしていたのに。あなたたちの目的は家でしょ。そして私のことは家政婦程度にしか見ていないでしょ。そんなことありませんよ。私たちは家族としてお母さんのことを大事に思ってるんですから。そうだよばあちゃん、俺ともう会えなくなってもいいの？孫もそう言って何とか取り入ろうとしていたが、私は決して動じなかった。あら、私が一番会いたくないのはあなたよ達也。ええ、あなたがいつもいきなり家にやってきて好き放題やってたこと、私許してないから。あなたとは一番縁を切りたいわ。そんな、おばあちゃん悲しいこと言わないでくれよ。俺はおばあちゃんが大好きだから家に通ってたんだよ。それを分かってくれよ。何を言われても関係ないわ。私はあなたたちと縁を切るって決めてるから。母さん、一体どこにいるんだよ。っていうか本当に引っ越したのか？たったの3日で荷物を全部移動できるわけないだろう。引っ越し業者だってそんなすぐに来てくれないだろうし。残念だけどそれができたのよ。修二が協力してくれたからね。修二が？ええ、たくさんの屈強な大柄の男性たちを集めてくれて、みんなで荷物を運んでくれたわ。柔道部の後輩たちだそうよ。そんな、それじゃあ本当に？ええ、だから引っ越したって言ってるじゃない。お母さん、その引っ越し先ってどこに？だから教えるわけないでしょ。ま、あなたたちは知る由もないでしょうね。とにかく私はあなたたちとは関わらないし、連絡も取らないから。そんな、っていうか母さんだって本当はお金に余裕ないんじゃないのか？あの家だって資料によると1億したんだろ。それで父さんの遺産を使い切ったんじゃないのか？っていうかそんなに遺産があったなら、俺の取り分だってもっとあってよかっただろう。あなたたちずっと何を勘違いしてるの？私は遺産には手をつけていないわよ。私は若い頃から株の投資をして稼いでいるの。今までの暮らしも配当金とお父さんの収入を合わせて生活費にし、私の投資の稼ぎは全部貯金に回したり、投資額を増やしたりしていたんだから。
だからあんたに援助していたお金だって私が自分の投資の稼ぎから出していたのよ。マジかよ。でももう援助だってしないから、これからは本当に自分たちだけで生きてちょうだい。そして二度と私の前に姿を見せないでちょうだい。私はそう言って電話を切った。それから何度も長男から電話が来ていたが無視をした。母さん大丈夫？ええ大丈夫よ、しっかりと言ってやったわ。もう情けはかけないって決めたから。母さん頑張ったね。兄さんたちのことはもう気にしなくていいよ。これからはもう自由に母さんの好きなように生きなよ。ええ本当にありがとうね。修二がいなかったら私あの家を乗っ取られて辛い目に遭っていたと思うわ。こうして私は完全に長男一家と縁を切ることにした。長男一家はそのまま大量の荷物を持って長男嫁の実家に押しかけたらしいが、私はすでに義両親に事の経緯をすべて話していた。義両親は私に謝罪をした上で長男一家を受け入れることを拒否した。これでも誰も後ろ盾はいない。あとは長男一家だけで生活を何とかしていくだけだ。これからは私を頼らずに自分たちで乗り切ってほしい。それが私の親としての願いだ。ちなみにそんな思いは虚しく砕け散り、長男一家は寝カフェに全員で泊まり、料金を滞納して逃げているそうだ。現在は警察に追われているらしく、捕まるのも時間の問題とのこと。本当にどうしようもない息子とその家族で呆れてしまった。生活ができない状態だから孫息子も大学を辞めざるを得なかったらしい。まあ単位が足りずに留年が決まっていたから、きっと遅かれ早かれ辞めていたことだろう。そして長男一家の行方はわからない状態になった。別に知ったところでどうこうというわけではないし、彼らも私の居場所は知らないので、もう出会うことはないだろう。ちなみに私は現在都心ではなく他県に住んでいる。次男が転勤になり、他県の支社で部長になることが決まったのだ。部長として働くことになればかなり忙しいので、私は家事をして次男の生活を支えていこうと思っている。そして次男がプライベートを充実させて、いつかは素敵な女性と結婚していくことを祈りながら、私は彼のことを見守っていこうと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。